ここは栃木県の北東部にある那珂川町。東京から新幹線と車でおおよそ3時間ほどの場所にあり、那須岳を源流とする関東第三の大河である那珂川が町の中央を貫く自然豊かな町です。人々は清流那珂川が育んだ鮎や綺麗な水と空気が生み出す美味しいお米など、那珂川と自然の恩恵を目いっぱい受け暮らしてきました。またかつては百合金の地と呼ばれ、記録が残っている中では日本最古の参勤の地とも言われています。その金は奈良東大寺の建立にも使用されました。皆さんこんにちは。 JCC 三人娘が行く長女の里子です。今回私は那珂川グルメ旅とちょっと体験をテーマに、この栃木県那珂川町からご紹介をしていきたいと思います。そしてこちらは那珂川町のゆるキャラ、なかちゃん。町の中央を流れる那珂川をイメージした女の子で、頭には那珂川町の名物、あゆも乗っています。雨上がり草木は香り、ああ朝日が昇って春。那珂川の鮎をリポートし、鮎尽くし料理を味わうべし。やっぱり那珂川町といったら那珂川の鮎だもんね。なかちゃんもここに鮎いるもんね。もうすごい楽しみ、早く行きたいな。では早速行ってきます。あそこで漁らしきものやってますね。お話を伺ってみましょう。この方は那珂川南部漁業協同組合の小森健二専務。まずは鮎について聞いてみましょう。水が絶えず出てるんです。小森さん、これがこの那珂川で採れた鮎ですね。はい、そうです。これが4月頃に河口から登ってきた天然鮎ですね。天然鮎ですね。那須の源流から那珂湊までは120キロあるんですが、ここで大体70キロぐらいの地点ですけど、なんかあの身がすごい引き締まってて綺麗な鮎ですね。それはやはりあの那珂川清流、関東の四万十川と言われるぐらいの清流ですから、あの流れが強いんですよね。ですからこの背びれとこういう尾びれが発達し、頭もこう尖ってくるわけですね。それでも流れが強いからこそスタイルのいい子が鮎が出来上がるんですね。で味が締まって、いいことだらけですね。結局あの我々底水って言うんですが、あの流れてる下流が強いんですよね。ですからそこにいる魚もんですから、今さっき話したように背びれ尾びれが発達するんで、かかった時の飛距離や引きは数段強いです。だいぶ引きが強い鮎なんですね。三段引きって言われるぐらい昔からね、ググッと持ってかれるぐらい、とにかく引きが強いってことなんですね。特徴は、そうですね。ですから釣り人のファンに喜ばれているんですよ。そういう鮎なんですね。だいぶ特徴がありますね。柳にやってきました。那珂川の鮎についてお話を聞いた後は、新鮮な鮎料理を食べることができる高瀬観光屋内へやってきました。お料理は高瀬観光屋内の高瀬千也さんに伺います。高瀬さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日はありがとうございます。今日はあの鮎尽くしっていうことで、はいはい、本当にその名の通り、そうですね、鮎がドーンと出てるんですけど、うん、はい、お料理どんなお料理が、はい、まずこちらから鮎のフライです。天然です、もちろん天然、ね、で、はい、お刺身です。お刺身だけは天然は使ってないんです。あのやっぱし菌があったり何かと、ね、いろいろそうなんですね。塩焼きは焼くから、ね、焼きね、大事だと思って。そして鮎飯です。鮎飯、ね、じゃあ鮎の出汁も入ったご飯ってことですね。そうですよ。お味噌汁も鮎が入ってるんですか。お味噌汁も鮎が入ってます。鮎の出汁でね、お刺身作った時にいろいろあのお刺身からクズが出るんでしょ。
腹わた取っちゃったりするから、うん、一番美味しいところに出汁が出るんです。でも余すことなく、うん、余すことなく使ってます。出汁が出て美味しいんですよ、ね、そうですね。じゃあもう早速いただいてみます。はい、どうぞ召し上がってください。鮎のお刺身からいただきます。はい、どうぞ。身が肉厚、厚いですね。厚みがすごいですね。ちょっとコリコリっていう感じですよ ね、うん、ね、うん、さっぱりしてるし、身が引き締まってて、ね、あっさりしてるんですけど、そうです、ね、甘い。あ、そうですか、ね、川魚のお刺身ってこういう甘みがあるんですか。そうです、あゆは特に美味しいんじゃないですか、うん、ね、うん、すごい新鮮な、うん、本当に全然臭みとかもなくて、うん、そうですね。でまたこのロケーションの中で、うん、後ろの柳がある中でお料理いただけるのが、うん、ね、より美味しさも引き立ちますもん ね、 そうですね。時期的にはいつぐらい、ね、10月、柳は10月いっぱいで終わりなんですけど、営業は11月15日までやってますね。11月15日までですね、うん、じゃあそれまでこの鮎尽くしもいただけるってことなんですね、うん、大丈夫ですよ。ね、もうちょっと他のもいろいろいただきたいと思いますので、うん、そうですね、よろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます。またお土産に持って帰りたいという方にはこちらの林屋さんの鮎の加工品が大人気。甘露煮や昆布巻き、山椒煮など鮎製品のほか、うなぎや土壌などさまざまな味わいが楽しめます。中でも今の時期は子持ち鮎がおすすめだということです。すごい美味しかった。次はどこに連れてってくれんだろう。じゃあまたカード引いてみよっか。全国初高校生が作ったキャビアをリポートせよ。中ちゃん、高校生がキャビア作ってんの？すごい珍しいよねそれね。あ、うんってうなずいてるね。じゃあ中ちゃん、ここ早速行ってみましょうか。早速町で唯一の高校、栃木県立馬頭高等学校にやってきました。馬頭高校は全国でも珍しい淡水に特化した水産科を持つ学校で、県内はもとより県外からも生徒が集まっています。生徒の皆さんは日頃からチョウザメやアユなどの淡水魚の専門学習を行っており、ホンモロコの養殖やウナギの孵化、アユ製品の開発など地元と連携した産業活性化にも取り組んでいます。永山先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、こちらが馬頭高校の生徒の皆さんが作ったキャビアということなんですけれども、はい、ね、もう早速いただいてみてもいいですか。ぜひ食べてみてください。 ありがとうございます。思い切りいっちゃってください。いっちゃいます。ちょっとドキドキしちゃいます。すごい味が濃い。あ、本当ですか。めちゃめちゃ濃厚ですね。ありがとうございます。魚卵の旨味をギューッと詰めたというか、たらことかもってギューッと味を濃くしたみたいな。すごい味濃いです。高校生がキャビアを作るっていうことで全国初の快挙っていうふうに聞いたんですけど、どうしてその高校の授業の中でキャビアを作ろうっていうようなことに至ったんですか。はい、実はかなり数年前からチョウザメの養殖は行ってまして、そのチョウザメを始めようっていうのも、キャビアを食べたいから養殖を始めたいということで卒業生の一言で始まった。生徒さんからの発信で始まったの。はい、ずっと20年前から養殖を始めまして、3年前に初めて、はい、キャビアを取ることができました。そうなんです。3年前に初めてだったんですね。はい、実はチョウザメは外見でオスとメスを見分けることができないので、どうしてもお腹を開いて生殖性を見るという作業が必要になって、で2年間のうちにその技術を彼らが習得して、正確に判断をするのもやっぱりすごく苦労がありまして、
でまた持つのにも女の子は7年かけて卵を持つので、長い期間のこの養殖技術であったりとか、途中でやっぱりこう環境の変化で死んでしまうこともあるので、それを、はい、継続して養殖するのがちょっと大変でした。私たちも魚卵加工の経験がなかったもので、地元というか栃木県のシェフの方にご来航いただきまして、衛生管理の授業であったりとか加工の仕方をレクチャーを受けまして、はい、かなり勉強して当日に臨みました。ご苦労されたんですね、はい、じゃあ本当にその栃木だったりとか地元の産業と連携しつつ、高校生の皆さんと作ってっていう感じなんですね、はい、そうです。はい、すごい皆さん立派ですねありがとうございます。でも今年また商品化されるっていうことなんですけども、はいはい、一応12月の年末にかけて採卵を予定してますので、はい、それ以降であれば、それ以降であれば、じゃあ番組を見た方はぜひ学校までお問い合わせをしていただいてご購入いただければと思います、はい、皆さんが丹精込めて作ったキャビア、美味しく味わわせていただきました。ごちそうさまです。どうもありがとうございました。今回は中川グルメ旅とちょっと体験ということで、中川町名産の鮎づくしと全国初の高校生が作ったキャビアを味合わせていただきました。中川町のイメージにもぴったりというか、中川町のイメージそのものの鮎と、あと高校生が作ったキャビアっていう本当に珍しいものを味わえて、今回はちょっと面白い体験ができました。で、味ももちろん鮎もキャビアもとっても美味しかったです。鮎をはじめとした中川町の特産品は、わが町特産ネットでもご購入いただくことができます。ご自宅で味わうのはもちろんのこと、お歳暮やお年賀など贈り物にも最適です。ぜひ中川町の豊かな自然の恵みを楽しんでください。林赤穂店よりテレビの前の皆様へプレゼントのお知らせです。今の季節におすすめの子持ち合いとうなぎがセットになったこちらのおちいしを1名の方にプレゼントいたします。ぜひ中川の味をご自宅で味わってみてください。せせらぎと道あたため。さて、次回も引き続き中川町の美味しいグルメを巡りたいと思います。皆さん、ぜひ後編もお楽しみに。揺れるすすきの道、心